これムカデ、これいつも撮ってるやつ。そうそう、これ、これだから毘沙門天が近くに来た時、だから毘沙門天ムカデどうのこうのって言うけど、これ自体宇宙の北の大地に毘沙門天多目天、これどうでしょう、ムカデでしょ。だから昔の人たちは知ってたんだけど、ムカデに乗ってやってくる自治の宇宙人とか、そういうことが毘沙門天の使いなんだっていう、うん、ここに仏さんも立ってない。これ動画じゃなくて1枚撮った写真なんですよね。あれなんだ、あれ宇宙人じゃないこれ、犬を連れた宇宙人じゃないこれ、散歩してたんじゃないの。だってこの足の長さはないでしょこれ。ちょっと顔の部分がそれっぽいんで拡大しましょうか。わかりました。はい、もうなんかムカデって言われたらもうムカデですよね。すごいね、反射でもなく、こういうものが映っててさ、ね、当たり前に映ってくるでしょ、うん、これをどう撮るかさ。俺こういうの一つ一つがさ妖精だと思ってる。幸運を招ける妖精であったり、座敷わらしであったり、その白龍神であったりとか、一枚の写真にこういう二つの不思議なことが起こるっていうのは結構ある。もうね、最初写した時何も写ってないからあるので、2回目見た時に映り込んでくる場合もあるんでね。で、人に見せたいなと思った時に全然映ってなかったはずの画面に映ってくることなんだ、うん、そこも不思議な。消える場合は、そう、消える場合は人に見せちゃダメだよって時はもうなくなっちゃったり消えたり。これ実を言うとね、うん、ほぼ今出てきたんですよ。ほら、やっぱ、うん、何もなかったはずなんですよ。そうだよね、これぐらいのだったら言ってるよね。これなんかって絶対言ってるから、絶対これ犬ってこうペットを連れた宇宙人だよね、これね、うん、背高いですね。背高いよ。どっちか単体ならまだ、うん、っていう感じだけどね、両方いっぺんに出てきちゃってますから、何かがメッセージがあるんです。チャンネルはこちらから。